どうもタブヤンです。頑張れ五右衛門、雪姫救出絵巻、続きやっていきたいと思います。おにぎり持ってますからね。播磨に来ました。おたふく隊がやってきてからわしらの暮らしは一層苦しくなってしまった。おたふく隊、悪者なんだね。この人は敵か。あらまあ敵だ。っていうかほとんど敵なんだよね。なんか女の人だけ味方と思えばいいんだよな。みんなね優しそうな人ばっかりだからね、もう敵キャラが。この人とか、あーやばい、やられる。おにぎり使いたくないね。巻物をね、説明書ね、読んだんですけど、ちょっと待ってね、この巻物10個で、術が1つ使えるっていうね。で、術の使い方は分かってないんだよね。どうやるんだったっけ。ちょっと待ってよ。スタート、違うな。そうか、術はアクションシーンでないと、横スクロールね。で、X ボタンで使えると。OK。危ない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 。ちょっと体力回復、お宿とかないかな。ここだけの話だが、上上下下、LR、LR、BA。このコマンドを使うと、何も起こらん。残念じゃ。え？上下上下、左右左右、 BA のところを LR LR。 え？何も起こらんって言ってるけど、グラディウスで試してみようかな、ミニゲームね。次機会があれば。外には鹿がたくさん走っているから気をつけな。邪魔だからって叩いたりしたらダメだぞ。え？これはあれか、ヒントか。鹿は倒してはいけないってことか。ここは奈良なのか。え、奈良、鹿はね倒しちゃダメですよね。からくりロボコテマルには気をつけろ。おにぎりやハンバーガー取られてしまうぞ。そうなんだ。ハンバーガーもあれか、体力回復アイテムか。からくりロボ、まあ、やられなければいいんでしょ。お、一本道ですね。こういう一本道の方が好きだな。迷わないし。あ、よろずや、お金400両貯めました。地道に頑張る人なんです。へい、いらっしゃい。何でも揃ってるよろずやでい。なんか買ってかねえかい。もちろん買いますよ。あ、ワンナップある。500両欲しいな。わらじ買っとくか。おにぎりはもう持ってるからな。ワンナップ欲しいな。500両ちょっと貯めようかな。よし、500両貯めましたぞ。ワンナップ買っときました。次は、あ、これ無限ワンナップできるんじゃない。え、500両そう欲しいな。時間の許す限り行くか。ちょっとあれだね、ストーリー進めながら。あ、なんだこの泥棒みたいなやつ、怖い。ストーリー進めながら500両貯まってたらまた戻ってこようか、ここにね。こいつ怖い。食べ物やないかい。おたふく隊のやつら大仏様の顔を勝手に作り替え。ほう、やがった。今にきっとバチが当たるぞ。悪いことしてるんだね、おたふく隊。オッケー、任しておけ。倒してやるぜ。こいつ独特な動きするな。泥棒、おにぎり盗むんでしょ。危ない、ちょっと体力回復。危ない、あ、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ、助けて。やばいやばい、
あ、おにぎり使っちゃったね。最悪だ。おにぎりまた買いに行こうか。おにぎり買いに行くぜ。いくらだったかな。おにぎり150じゃなかった。あ、120。よしよし、これで時間だけが過ぎていくな。やばいなこれ。あ、やばい、盗まれる。あぶねおとは副隊の連中はどうも異常な輩が多い。悪い噂しか聞かないね、おた副隊。おたふく隊だけでも厄介なのに、江戸から大泥棒へ五右衛門までやってきたらしい。え、私のことか。大泥棒、五右衛門。いらっしゃい。泊まりますか。はい。あー、梅でお願いします。寂しい部屋だな。お金なくなった。世の中金だね、やっぱり。オタフク隊の連中は毎日遊んでばかりいる。生活ですな。わあ、なにこれ、雪？あらららら、雪に来た。おいとっとっと、大阪じゃないか、雪。もうね、体力やばいな。でも一本道、あ、鹿は倒してはいけないんだよね、言ってたもんね。ああ、触っちゃった。ああ、おにぎり使っちゃった。うっそ、倒したらダメなんでしょ。うわ、何これ、やばい。で、この御用だのやつ強いんだよね。おっと、あー、やばい、もう死ぬ。カワチに来ました。うおー、強い。何こいつ、生きられた。メシア、メシアはいいな。今新しいキャラ出てきたね、小判投げのやつ。これお金投げる。おー、こいつすげえ。あいつワクワクするな。小判投げたい。うわー、強い。なに、逃げろ逃げろ。もうまた投げてくるよ、気をつけて。女の子で来た。あ、痛い。あいつの小判ど絶対ダメージ受けるな。基地の中で行き止まりがあったら、そばにあるスイッチを思いっきり踏むんだ。はーい、わかりました。また来た、あいつ。逃げろ。あ、仕事ですか。やってみるか。かな。モグラ退治行くか。さあ、もう一回行こう。一回やったけどね。早いコースは賞金2倍でしょ。早いコースで行こう。よし、行くぞ。おいおい、お、無言で行こう。無言。あ、違う違う、これ空振りしても別にいいんでしょ。してもいいから打ちまくれ。うわー、ちょっと遅れてる。うわー、難
しい。ストップ？いくら？あー196両損した。あー、パーフェクトボーナスとかあるんか。遅い方でやった方がよかったかもな。4両損した。まあいい運動になりましたね。お、ヤマト、ヤマトの国。噂ではオタフク隊を操っているやつがいる。裏のボスがいるんだ、オタフク隊。そういうことか。関所っぽいとこ行ってみようか。あ、なにこれ。おお、マジか。おにぎり持ってない。うっそー、これいける。おにぎり持ってないからな。あ、強いぞ、オカメ。あ、なにこれ、裏にいる。あ、こっち行けるんだ。面白いね。縦に、うわ、なにこの人。この人、いや、だんだん面白くなってる。なにこの上下の、うわー、早いぞ、あ、こいつ。あと、X ボタンで術使えると思うんだよね。ちょっと、9回も術使えるから。ボス戦まで残しておきたいけど、いざとなったら使うよ。よし、行った！ボスか？まだか？あ、全然まだ。なにこれ？これ絶対なんか来るじゃん。え？うわぁ、なにそのどん、からくりですな。なにこれ、上に行け。え、どういうことだ。お、届かないんじゃないこれ。ジャンプで届く、落ちる気がするんだけど。なんか仕掛けがあるのか、この上っていうの。絶対なんかあるよね、これ。普通に行ったら落ちるんじゃない？ここよ。ほっ！あ、行けるんかい。普通に行けるんかい。ちょっと、あ、術使えないのか。え？ X ボタンじゃないの、術。なにこれ。これ、あ、当たったらダメなのか。なんだよ。あー、やられたー！ X ボタンで術使えないんだけど。あー、また最初から。くぅー、やばいな、これ。ラスト1機しかも、セーブしとこうか。ちょっと、セーブ。一回ちょっと装備整えに戻ろうか。ラスト1機だし。下行ってみよう。あ、鹿倒したらダメなんでしょ。もうめん、厄介な人ですね、鹿。絵合わせ1回100両入りますか。うん、入りましょう。あー、これか。五右衛門先にやる。あー、後の方が有利だよね、これ。もうどうしようかな。この辺。あー、違う、エビスマルト女の子。声もう、あー、バラバラだ。もうこれラストだったっけ。うわー、まあ全部違う今んとこ。あー、声もんだ。もう終わり。あ、もう一回いけるの。声もん取るよね。あー、スーパーファミコンのコンピューター賢い。うわー、全部違う。カードを何組持ってるかな。ゼロ。スペシャルカード、いやいや、もう私ゼロだし。2回しかチャンスないのか。これもう一回やれば同じなのかな。
ちょっとやってみようかな。そういう救済措置あったりして、もしかして。はい、あ、また私からで、これ同じだったらね。あ、違うこれガチンコだね。さっきここ五右衛門だったからね。なんじゃここやってみよう。あ、違う、幽霊のあのボスと、おー、これ4枚とも違う。これチャンスかもね。猫かよ今んとこ1,2,3,4,5 種類全部違う。あ、エビスマリ、うわ、6種類全部違う。あ、猫いたね。え、あ、もう終わり？もう、なんだよこれ。やめとこう、200両損した。くぁ、で、鹿に惹かれると最悪だ。あ、宿泊？宿泊しようかな。竹で。あの一回だけプレイしたあの 3D ダンジョンに行きたいな。あれ、すべての国にあるわけじゃないんだね、 3D ダンジョン。あ、ジャンプが小さい。占いか。占いろくなことなかったよね。20両、まあ、してみようか。お願いします。おお、なんということじゃ、このような運命が。とても良いこと。え、なんか出たらいいことあんの？あ、やったやったやった、いいねもう一人。あ、200両をゲットしました。あ、ちゃちゃちゃ、怖い。これさっきのとこか。よろずやったっけ。おにぎり買いに行こうか。あ、当たった当たった。こっちはでも危険だね、あいつがいるから。ヤマト、ここ行ってみようか。あー、日記。一応皆さん、パスワードコンティニューもキープしておきましょう。セーブしとこう。もうちょっと、あ、倒した。マイナス10両だって、もう最悪だ。あ、よろずやがある、嬉しい。なんか買っていく。ワンナップ、エビスマルの顔で爆弾、片びらが売ってる。やった、爆弾はもういいよ、持ってるよね。まあ、一応買っとくか。あと、おにぎりが欲しいんだけどな。あ、なんだここは。ここは何？道場で修行。あ、そっか、これを覚えないと X ボタンで術使えないのか。修行、あ、体力がいるのか。めんどくせえ。でもちょっと頑張って戻って、あ、頑張って術覚えたいと思います。はーい、やっと15分ぐらい経ってね、お金持ってきました。道場、お助け、修行、いけー。腕立てしてます、しっかり旋回。連打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 。頑張った、ありがとう。さあ、これ危ない。生きて生きて宿屋まで戻ろう。
さあやっと戻ってきたぞ。これ上に虎って書いてあるよね。多分使えるんじゃない術。さあポイントとなるところで術使っていこうぜ。使ってみようか一回。おい来た虎。何これ、あれあれあれ、何なのこれ。トラトラ攻撃方法がないの。あ、もう終わり。何それ、え、いいのかこれ。トラはもう一回やってみようか。トラジャンプ力あるけど攻撃できないよね。トラ足速いけど何これいいのこれ。ジャンプ第一段階突破。あーここ来たよね。でトラどうすんのこれ。あートラ、トラのダメージはでも関係ないのか、別なのか。これ踏めば、あ、ダメージ受けるのかい。あれ、トラもう終わり。でもトラのおかげでノーダメージでいけてるのか。あいだー、もったいない。ここもトラでいこう。トラで、どのタイミング違う。あーもうやられた。これトラもう一回トラでいく。これボス戦には使えなさそうなトラだもんね。よしよし突破、もういいんじゃない。あ、まだ、なにこれ、え、これさっきの面の反対側にしただけっていうことか。あーやられた、あーやられた、やばい、もうおにぎり使っちゃう。これトラいらないんじゃないのトラいらないんじゃないのかな。一応トラ行くか。この上に乗る、あ違うのか。トラもう一回、あーやられた。トラトラー、あーおにぎり使っちゃったよー。もうトラ意味ないじゃん。トラ、でもトラのおかげでダメージがちょっと減ってるのかも。あー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 、やめて。いや長くないこの目。っていうことなのか、どういうことなんだ。あ、こっち側からか、こうか。あれ、これでこっちジャンプ、オッケー。これでジャンプ、上の方届くか。お、届く。おい待って待って、おい、ほんで虎が体力回復したのか、それとも私が体力回復。いやー怖い、セーブしとこうかここでラスト一気ですよー。これどこに行けばいいんだろう。上にジャンプすればいいのか、オッケー。上にジャンプ、オッケー。上にジャンプ、上にジャンプ、上にジャンプ、上にジャンプ。あー変なとこ、変なとこ行った。こっちジャンプ、上にジャンプ、ジャンプ、戻って、こっち側、オッケー、こっち、オッケー。まだ、うわー、なにこれなにこれ、スカスカスカ、あらまー、あースカスカ、あらま、逃げろ逃げろ、あ届かない、チェ、
爆弾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 来るんかい面白いあーまたやられた。やばい、体力ない。あ、ボス戦トラ、トラ意味ないもんね。攻撃、なにこれ、何してんの。うわうわ、あ、やられた。さあ戻ってきました。トラで何か弱点がわからん。あ、わかった。あ、やられた、早いさあもう今回1時間以上プレイしております。もうちょっとここでセーブさせてもらいます。他面な、上にも攻撃できるんですね。何これ、近づかないとあれなのか。あ、当たる。顔面を狙えばいいんだよね。慎重に、あ、一匹倒した。わ、慎重に顔を狙えば。あー、倒した。どうだ、まだなんか出てくる。出てきそうだねこれ。うわー、うそ、顔顔顔、よしよしよし、まだか。なんか怒ってる。こっちもあと一撃でやられる。あー、怒ってる。この野郎め、敵の体力多すぎでしょこれ。お、連続攻撃、まだまだでもあるんだよね体力ね。ちょっと怒ってる感じ。ほら、いいぞこれ。おー、いいね、今のいいねいける。あー、早い。何これ、嘘嘘嘘。うわー、やられた。めちゃくちゃ強いな。これでいこう。小判があった、小判、小判作戦だ。私にはお金がある。100両しかないけど。あ、これ楽だ、これ楽もう近づかせない。なんか怒るモードになるのかこれで。怒るモード、怒るモードでも小判で。あ、もうこっち来ないで、こっち来ないで。あ、近い近い近い。60両しかない。こっち来るな、こっち来るな。よしよしよし、小判、小判最強説。でかいでかい、近い近い。よしや、お金なんとか足りました。誰これ。私はくの一の八重、偽金作りの事件を捜査していたらおたふく隊に捕まってしまったの。あなたも何か探しているようね。伊賀の物知り G を尋ねるといいわ。いや強かった、今回1時間以上かかったぞ。いや、もうエンディングみたい。花火、いや難しかったわ。おたふく隊の基地に雪姫様はいなかった。そこで二人は八重ちゃんが教えてくれた物知り G に良い知恵を貸してもらおうと伊賀の忍者村を訪ねることにした。いやー、ステージ4長かったね。ステージ5、侵入忍者屋敷の巻。絶対強そうじゃん忍者。次回お楽しみに。おお、強そう子供連れてるあの人がいますね次回お楽しみに。さよなら。